ようこそお参りくださいました本日はのし袋について少しお話をさせていただきますさて皆さん神社にですねお参りをして正式参拝でまたはご祈願 たとえー、例えば、ですね安産祈願、お宮参り、七五三詣、厄、え、除、ー、け祈願とか、そういった祈願を受ける際に、ですね、えー、受付などで、えーまあ、金品をお、えー、納めていただきますが、その際には、えーまあ、お金はですね裸のまま納めるのではなくて、えー、のし袋に入れて納めいただ,い,ただいております。えー、その,のし袋 まあこうしたのし袋、まあ、いろんな種類ございますよね。ぱ、えっ、ーまあ、とこちらにも3種類ございますが、さて、どれを使って、そして表には何と書いたらいいのか悩みませんか <laughs>、えー、なかなかどれを選んでいいのか、えー、そして表書きは何と書いたらいいのか、そういったご質問、神社にもよく寄せられます。ですので、すの え神社にです、ね、お参り支えに使うのし袋の種類とです、ね、表書きについて本日はお話をさせていただきます。えー、のし袋 まあ一言で申してもいろんな種類がございますよね。今私の手元にも3種類ございます。そして最近では、まあ、100円均一のお店に行ったらですね、まあのし袋のコーナーがございまして、まあ、そちらにもいろんな種類ののし袋がございます。まあ、何種類もあって そこからですね、まあ一つ選ぶ、どれを使っていいのか、まあ悩んでも仕方ないと思います。なかなか分かりづらいと思います。えー、神社にですね、えー、お参りをして、えー、使うのし袋。えー、まこちら、えー、のし袋の種類、3種類今手元にございます。えー、パッと見てですね、まず違い、まあ、えー、この水引き という、まあのし袋の袋飾りですよねでこの色がまず違いますよね。でこちらはこちらの水引きは白と赤の紅白そしてこちらは、えー、黒と白の、えー、白黒のものでございます。こちらの紅白はですねまあ想像つくように、えー、お祝い事に使うのち袋でございます。そして こちらの黒と白のもの、あとですね、えー、こちらにはないのですが、白と黄色の、えー、水引きのものがございます。えー、これらはです、ねえー、お葬式や、えー、法要、まあ、お寺で使う法要の際に使うのしろでございます。えー、ですので、まあ、こちらの、えー、白と黒、そして白と黄色の水引きのものはですね まあまず神社にお参りをして使うことはございません。なのでこちらはまず選択肢から外れます。そして残った紅白ののし袋それだけでもですねまあ、ちょっと水引きがちょっと違いますよね。こちらの水引きはまあ、ょうちょ結びのもの。ものえーまあい 何度でもほどけて何度でも使えるということでこれはこちらの蝶と結びのですね、えー、水引きは、えー、何度あっても良いおめでたいことに使うものでございます、えー、対してこちらの、えー、水引き、まあ、結び切りと申しまして、まあ、こちら、えー、引っ張ってもですね、えー、ほどけないという意味で、えー、一度限りで良い お祝いごとに使うものでございます、えー、神社でですね、えー、使うのし袋はこちらの蝶々結びののし袋がほとんどでございます、えー、安産にしても初宮もおでにしてもそして四五三もおでにしてもまあ、何度あっても大変めでたいことでございますのでこちらの蝶々結びの水引きを使います こちらをですね、えー、使うことはですね、神社でもなかなかございませんまあまあ、特別なことだと思います、えー、結び切りの、えー、のし袋を使うときはです、ねまあ、神社でも例えば結婚式ぐらいですかね、まあ、結婚式一度でよろしいですよね一度で良い、えー、お祝い事でございますので結婚式の際に使います、まあ、それ以外は、えー、こちらの、 えー、蝶々結びの紅白の水引きのものを使っていただければおおむねよろしいかと思いますさて次にですね、えー、表書きこちらの表には何と書いたらいいのかのし袋を買った時にですね、まあ、一緒に、えー、表書き何と書いたらいいのかっていうなんか見本とか説明がついているものもございます えー、そこにはまあお礼ですとかお祝い、寸、ま、死、あ、とかあると思います。まあ、それはまあ使うことはないかと思います、神社では。えー、神社にですね、まあ、納める際は、えー、神社で使うのは、えー、初保領、また玉串おさかき領、またご神前ですとか、お供えという表書き使うことが多くございます。えー まあそれだけでもたくさん種類あやりますよね、まあそれだけでも悩んでしまいます。えですが、えー、こちらの表には、ですね初穂量と書いていただければまあよろしいかと思います。え初穂量と,、ね、というのは、ですねというのはまあその年に初めてとえたお米、まあ新米ですよね、それをお供えするという意味がございます。 ですが、まあ、なかなか、えー、安産祈願ですとかお宮前のたびに、まあ、その新米、まあ、担いで,です、ね、持っていくの、えー、難しいかと思います。ですので、えー、その、えー、お米の代わりに、まあ、金品をのし袋に入れて納めるという意味で初穂の代わりに金品を納めるという意味で初穂料。初穂料と のし袋の表には書いていただければと思います明日はですね、えー、お供えする方の本名お名前書いていただければと思いますこちらは用紙かと思いますえ神社にですね、えー、お供えする際のし袋に入れてお供えする際は、えー、紅白の蝶々結びの水引きを使って表には 名前と初捕虜と書いてお納めいただければよろしいかと思います。それ以外ののし袋やですね表書きを使うというのは本当にごくまれなことでございますので、えーまあ、本日説明,し説明いたしましたこののし袋とそして表書き初保領覚えていただければこれで十分かと思います。 もしですね、えー、この場合はどれをどの、えー、のし袋を使ったらいいのか表書き本当にこれでいいのかなそう迷った時はですねどうぞ気軽に神主に聞いてください、えー、聞いていただければですね聞いていただければ、えー、ちゃんとお答えいたしますので、えー、もし悩んだら気軽に神社に まあ神社に電話するなりまた官主に聞いていただければ要んでお答えいたしますのでどうぞそのあたり安心して訪ねてくださいご視聴ありがとうございましたもしよろしければチャンネル登録をお願いいたします